やっほーってことで、こんにちは、えおです。今日は成田空港に来ました。といっても飛行機に乗るとかじゃなくて、成田空港に成田アニメデッキっていうブースがあって、そこで今文豪ストレイドッグスと、あとハピタン V っていうサンリオのキャラクターのコラボカフェがやってるみたいなので、それに行ってきたいと思います。ってことで、成田アニメデッキに着きました。こんな感じで、なんかガンダム、わかんない、ロボットわかんないからあれなんですけど、って感じのところです。エヴァもいる、あとコナンとかもいますね。なんかフォトスポットとかある。先日カフェに行きました、コードギアス。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まずは文豪ストレイドッグスカフェから。なんとコードギアスともコラボしてました。カフェメニュー2品注文で1枚もらえるランチョンマット A バージョン、あやかしがテーマのようです。ってことで、どうもアフレコのあやおです。動画撮りながら喋ってたんだけど、カフェに流れてる音声が大きすぎて声が聞こえないので、アフレコすることにしました。ブーストとせっかくだからドリンクはコードギアスのにしてみました。なんかこのカフェは一気にいくつかのコンテンツとコラボすることもあるみたいで、今はブーストとコードギアスと、あと結城優菜は勇者であるっていうアニメの3つとコラボしてるみたいです。成田アニメデッキって文豪ストレイドッグスとよくコラボしてるんですけど、なんでブンストとコラボしてるんだろう。空とか空港とか特に関係ないと思うんだけどな、っていう独り言でした。そういえばなんでカニと思って調べたら、太宰はカニが好きだったらしい。スザク食べたかと思えばブンストと記念撮影してお忙しだったんですけど、でも好きなものに囲まれてて幸せでした。のお隣にあるハピタン V カフェ、この横向いた推しがめっちゃかわいい。いやー、カフェが隣だと移動が楽でいいですね。そしてさすがサンリオ、かわいい。こちらメニューです。なんとお年玉企画やってて、ワンドリンクでコースターが2枚もらいました。ハピタン V ラテのいちごミルクを1つ。10番で。あとバナナシェイクを1つお願いします。ポチャッコランチョンマットもらいました。可愛すぎんか、マジで。なんかランチョンマットのキャラクター選べて珍しいよね。ありがたいけど。手が届きました。ポチャッコかわいい。で、そう、サンリオのカフェだから、もう一人の推しのプリンくんを連れて行きました。一人って言い方合ってんのかなまあいっか。
すごいな、来た。おちゃっこが綿菓子になっててヤバ皮なんだが。ああ、そういえばここでストロー落としちゃって、でも店員さんすぐに気づいてくれて、すぐに新しいストロー持ってきてくれたの。マジ神対応だった。ありがとうございました。私綿菓子がマジで好きで、この前初詣行った時綿菓子の屋台出てて、買うか買わないかしっかり悩んだ。てか全然関係ないけど、私動画撮る時だいたいこのニット着てない？そんなに服持ってないことないと思うんだけどな。あのユニクロのなんですけどね、使いやすいのでよければ買ってみてくださいってことで。突然のコースター開封、バットバツ丸、ハンギョドン、アヒルのペックル、最後はハピダンビーのみんなでした。ポチャッコ単体は出なかったけど、ここにいるからまあ良い。記念にみんなと写真撮影だけしといた。ということで、成田アニメデッキでした。ブーストのところでキャラクターと写真撮ろうと思って、キャラクターのところに行ったら、ちょうどお姉さんが話しかけてくれて、一緒に写真撮りましょうかって言って、で、まあ撮ってはもらわなかったんだけど、仲良くなれた、仲良くなれたわけでもないけど、話しかけてくれたのが嬉しかったので、もらったランチョンマットをあげました。という感じで、今日のコラボカフェ巡りはこれにて終わりたいと思います。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。また次の動画で。